どこだ。下よ、多分。多分。ええー、これ全部新品よ。ネクサスは先頭に続く重力リフトの下みたいね。見つけないと触れさせない。あいつを倒せばきっとアトリオクスの手になれるぞ。アイメリアスとトマラスがやられたんだぞ。どうやってここへ？アリンガを守るためだ。そうよね。うまくいくかしら。どう思う？どう思うって。なるほど。見に行くか。ジョークも言うのね。回り込んで攻撃。こっちで合ってるわ。
みなさま、色を広げ、色を広げ、窓の地面の深い青、夜空を澄ませる雲はなく、色褪せさせる月もなし、これ以上先には行かせんぞ。行こう。石の張り出しの下だけ目覚めた俺の時刻、新たな青白き日が明け、深き夜が消え去り、
違うわ。今度は何？下だ。面白かったわ。もう一度やる。どこへ？近いわよ。調べましょう。夜の無限の空間が契約を結ぶ。あなたの開かれた目に私が映る。夜は広い。無限の時間に生まれ落ちる。亀裂を越える方法を見つけないと。あのコンプルは使えないか。いいアイデアね。連れて行って。ネクサスはもうすぐよ。こっちよ。
すごい。すべての戦闘がつながって、まるで進化しようとしているみたい。無限の可能性、すごすぎる。危険だな。そうだけど、計画変更はないにしても、これってすごいじゃない。問題しかない。そんなの嘘。これがどれほどの偉業か、心の底ではわかるはず。あなたは感情を持たない機械じゃないでしょ。私を信用してくれないの？俺はまずは戦闘だ。わかった。うん、楽勝じゃなかったって言ったら驚く？別に答えなくていいわよ。止められているわ。私たちを足止めしようって魂胆ね。復旧させないと。言ったかしら。彼らは私の好きなスパルタンを選ばせてくれた。コルタナを退治させ、守るんだ。彼女を奪われたら全て知られてしまう。こちらの戦力、武器開発、地球は今後、チーフ。今のはジェイコブ・キース大佐、ピラー・オブ・オータムの艦長だ。どうなったの？戦死した。最初に発見されたリングでな。実際にそうよ。当では二
みんな強く素早く勇敢な生まれながらのリーダーだった。でもあなたには特別なものがあった。私だけに見えるのに何かわからない運よ。私たちだけ仕方なかった。私たちだけ最初のリングの破壊では多くの犠牲が出た。あなたよく戦い続けられるわね。これしかできないだけだ。多分そうプログラムされてたんだ。助け合うことを期待され、そして俺はこれだ。救えなかった。自分を責めてるのね。ああ本当にいいの？存在を知られて逆らえなくなる、まずいことになるかもしれない。俺に任せろ。いいわよ。大丈夫、気のせいだわ。これなら彼女も。なぜ無駄に抗う。秩序が近づいている。リフォーメーションは始まりに過ぎない。助けてチーフ。オーディオリウムには秘密がこもれたし、エンドレスがこの世を再びカンパする。成功できない。これレッドフラッグ034。何してんの。サミュエル。あなた、あなた、
仲間だって言ったのに。任せろ任せろって言ったのに消そうとしたでしょ。それをお前が止めた。友倒れになると。いいえ、私のおかげで助かったのよ。リフォーメーションは？はいはい、だから何？これを見てよね。潜入プログラム覚えてる？規則を破ったな。もう何なのよ。私は助けようと二人揃ってその会話あった。もういい。重力リフトよ、終わらせましょう。